Hi, how are you? It's me, Sanae. Sanae です。今日はですね、少し早口でいこうと思います。日本語の絵本読書は必要ということなんですけれども、日本英語の、幼児教育をするときに、結構英語だけにしたい、日本語を排除してしまうという方もいらっしゃるんですけれども、日本語はね、非常に大事だと私は考えています。土台をですね、母国語という土台を築くために、言葉の軸を作るために、母国語っていうのは非常に大事ですね。はい。で、ということで、結論はですね、日本語の絵本読書は必要ということなんですけれども、じゃあもし仮にですね、日本語のボキャブラリー、言葉がもし、ほとんどないとか少なかったらどうなるかっていうことをお話ししたいと思うんですが、英語での、英語の絵本読書ができるようになったとしますよね。で、言葉がいろんな言葉が出てきますけど、でその時に英語の言葉、ワードはその絵本の中でのイメージと結びついて吸収していくと思うんですが、そこにですね、さらに日本語もですね、くっついていくと、さらに言葉が豊かになると考えています。で、よってですね、表現力も一つ、引き出しが増えるっていうことになるので、表現力がですね、豊かな子供に育つと思ってるんですよね。またゆっくりちょっとお話ししたいと思います。今日はここら辺にしたいと思います。Alright, see you next time. Bye!